朝日新聞令和2年12月30日水曜日。作りたかったのはワクワクする未来、実物大の動くガンダムを作ろう。そんな途方もない夢に挑戦した人々がいた。果たして今の技術でできるのか。無謀かもしれない、馬鹿げているかもしれない。でもガンダムが動くところを想像すると胸が高まり、実現せずにはいられなかった。そして2020年12月、ついにガンダムは動き出した。このガンダムはまだ空は飛べないし歩けない、しかしそれでよい。これを見て心を躍らされた次の世代がきっと夢を引き継いでワクワクする未来を作っていくだろうから。ジョージア、世界は誰かの仕事でできている。そんな日本の未来を作る人々たちを、これからもジョージアは支えていきます。広告でした。